はい、どうも皆さん、こんにちは。本日はですね、急遽撮ってるんですけどね、台風19号の、ことについてね、ちょっと喋るほどじゃないんですけどもね、ですね、まあ、急遽撮ってましてね、なんかね、他のサイト、他の、メディアでですね、他のコンテンツですか、要はまあ、私のホームページの何なりっていうのは価値がないんですよね。ほぼほぼ価値がなくて、まあ、何の話なんですけどというね、まあ、ちょっと ほぼほぼ見る価値ないんですけどね、ちょっと台風19号がめちゃくちゃ注目されてるということでね、急遽、作ってるんですけど、あれが、画面が消えてしまった。ですね、その、要は、他のサイトでですね、1万再生数っていうか、1万閲覧超えてるんで、あ、それだったら YouTube でも同じコンテンツみたいなの作るかっていう、まあ、そんなノリですね。はい。内容は全然大したことないですけどもね、まあ、いつものことなんですけどもね、それ言ったら。まずね、1番目の、画像がもう映ってるんですけどもね。まあまあ、説明するほどじゃないですけどね、もうこれもう、写真っていうかね、もう見たままなんですよね。私の説明いらないですよね。地球史上最大級か、あるいは、地球史上最大級か、まあ、それにもしあったとしても、もうどっちにしてもその最大級に近いらしいんですよね。これ台風19号の、まあ、もう、成人って言うとおかしいですけど、1日丸24時間でここまでなってしまったらしいんですけどもね、24時間ぐらいでなんか急成長したらしいですけどもね、これもね、世界が注目してましてね、これ衛星写真ですね。衛星写真って確かね、日本ってそのひまわりみたいな、その小さいね、日本を映せるような小さい空間しかなくて、要するに日本の上を衛星回ってるわけですよね。まあ、後でも見せますけども。これ確かね、NASA かどっかのアメリカの衛星が捉えた写真らしいですけどもね。まあ、この写真ばかりずっと見ててもしょうがないんで、次行きますけども。一応ね、ちょっと、どういうんですか。時系列的に並べ替えましたけどもね。まあ、だっておかしいでしょ。台風が、進みすぎたり、で、ちょっと時系列的に戻ったりね。これ次の、動画なんですけど、まずね、動画じゃないの、もう画像ですよね。まあ、やっぱり、特徴的なのはめちゃくちゃ大きいっていうことと、あと目がね、こんな大きくてこんなにしっかりしてるんですからね。これ日本ですよ。これも、マウス映ってるのかわかんないですけど。ここ東京ですよ。もうわかりますよね。こんなにでかいんですよ。本当に。で、中心気圧が115ですね。私はちょっと聞いたことないですね。中心気圧115ヘクトパスカルね。最大瞬間風速って言うと、もう車が飛んでいきますね。はい。ミニバンとかコロコロコロってなるらしいですけどもね。で、なんかね、やっぱ大きいだけに進行速度が遅いらしいですね。これの説明は何だったかな。あー、なるほどね。要は、日本よりも大きい台風っていうね。こんなん聞いたこともないですけどもね。だからこれ世界が注目してるらしいんですけどもね。で、台風の目が、淡路島の面積よりも大きいということですね。まあ、淡路島ここら辺でしょ。で、これ長細いでしょ。長細くてもこれ入ってしまうということ。だから、この面積が淡路島の2倍、2.5 倍とか、3倍か、わかんないですけどね。それぐらい入ってしまいますよ、ということですね。で、次行きますね。はい。これがですね、気象衛星の、画像らしいですね。気象衛星の、画像らしいんですけども、これも、まあ、日本とかなんとかだし、まあ、何しかね、アメリカの衛星かなんか知らないんですけど、衛星から撮った写真らしいんですけどもですね、これが10日木曜日の15時です。だいたい15時起きぐらいに見せれたらいいかなと思うんですけどもね。
24時間ごとに、まあ、10日の、15時の状況なんですけどもね、これなんか説明あったかな、説明あった、ああなるほどね、もう要はこんなんが、こういう風に日本に来たらもう全部暴風域で逃げようがないということですよね。もうあの要は日本の本州というか日本が入ってしまうんですよね。さっきも言ったかな、それは。はい。でしかももう この時点でもう橋の雲がもうスレスレかかってるかかってないかという状況ですよね。はい。説明はこんなもんですか。まああんまりね、だらだら話してもね、つまんねえと言われるんで次行きますね。次が、なんていうか、10日、11日の出したらちょっと進みすぎるんで、さっき10日だったでしょ。で、11日の、まあ、7時頃ですね。ちょっと24時間やったらすると進みすぎるんで、これの説明は何ですかね。あ、パソコンすぐ消えるな。ページ数が4ページ目。あー、なるほどね。まあ、この台風もこれ来たらあかんやつみたいなね。もう、要は、これ来たらもう日本壊滅みたいな。これね、要は、被害が少なくなってるっていうのは、その、やっぱり、建築構造上ね、日本っていうのはこう、耐震だとかこういうのにね、強いような、ビルとか建物を作ってるらしくて、アメリカなんかね、もうほとんど法案が潰れないと、まあ、ハリケーンで潰れるぐらいなんで、地震がないですからね、まあ、耐震基準とかそんなないから潰すのも楽らしいんですけど、まあ、それも余談ですね。次行きましょうか。次行きまーす。次行ってください。はい、ということですね。危険な台風19号ということでね、まあ、見たら分かりますよね。で、さっきが7時ぐらいだったのが、まあ、11時ぐらいで、もう完全に、完全にですね、雲がもうかかってるということですね。まあまあ、もう雨もだんだん降り出してきてるということで。あ、これね、なんかちょっと説明あるんですけどもね、ここら辺かな、ちょっとよくわかんないですよ。こう、なんかね、前線がなんかあるんですって、もともと。前線があったとこに台風がくっついてきやがったっていうことですね。要するに、その前線がこうずっとあって、それがずっと雲があって、もともとあったんですけど、それをこう、グイーンってこう、グイーンってね、なんかね、なんていうんですか？その前線の雲をね、取り込んじゃったらしいんですよね。で、なおかつ、その、ここも、常にね、偏西風っていうのが、貿易風ですか？偏西風ですか？こうね、社会の時間並びましたよね。これ常に吹いてるわけですよね、ここら辺にね。Z 気流が。で、それに対して台風は反対にこういうことするんですよね。なんのこれ。こう流れてるのに対して、こう台風がこうなってきたら。で、こっちはこういうことして、こっちはこういうことしてる、ね。これこう、だから雲がなんかちょっと、なんていうの、ここにブレーキかかるんですよね。だから、その、なんていうんですか。なんていうんですか。この雲が南に行けずに、こう北にね、その固まってるらしいんですよ。だから行くに行けない、ここでブレーキかかってるんですよ。この偏西風、貿易風がね、偏西風がありますから、この風があるもんで、これがブレーキかかって、本当やったら綺麗にね、南側に行くのに、こっち雲行かへんから、こっちスカスカで、こっちが溜まってるっていうことですね。しかも梅雨前線の飛び込んだはいいが、その何でしたっけ、取り込んだはいいがこのね、いつもついてる、あの偏西風が走ってるでしょ。で、それでブレーカーがあって、もうずーっと北にね、溜まってるっていう状態らしいですね。ほんで、何ですか？ちょっとカンペ見てみます。あー、そうそう。普通のね、普通の台風と違って大きすぎるわけですよね。で、こう、上まで来たら、その、本当は偏西風に乗ってね、ピューってこう、ね、どういう点ですかね、もう、勢力が、こう、なんていうか、雨を降らすまでにこう、押し流されてるんですよね。こう、ピューッと、ピューッとか、ピューってね。要は、まあ、こういう感じですか。だいたいそんな感じになりますよね。偏西風でこう、流されるんですけども、今回はですね、ちょっと大きすぎて、ちょっと、偏西風に、まあ、確かに影響を受けてるんですけども、まあ、その、なんていうか、そこまで、
乗り切れずに偏西風の影響をそこまで受けないで、もう大きすぎるんでね。でそれがで、ね、それが原因で温度じゃないな速度が上がらずに勢力温存で上陸して雨を降り続けられる降り続けるらしいですよね。でなんていうの、時速20キロとかめちゃくちゃ遅いでしょ。だからもうとんでもないね被害が予想されるっていうことですよね。はい、次行きます。あんまねちんたらしてたらねすぐブラウザバックされるんで、ですね、これがもうこれでも遅いですね。今10時でしょ、これが11時のだから24時間ごとに15時15時15時撮ってたんですけど、これはもう11時ですか。11時半、ちょっと24時間10日の、15時から24時間以上ちょっと経った感じですね。まあまあその偏西風でこうなってるからちょっと何でももう大きい雲がちょっと何て言うか形はちょっと崩された感じですよね。形はでも勢力自体はそんなに言うたらそんなに何て言うんですか、雲の形がこう乱されただけで形自体はねあんま変わってないですよね。 大きさは変わってないっていうか勢力自体は そこまで変わってないですね。あとですね、一つ言えることが、目が小さくなってるっていうことですね。だから目が小さくなってるから勢力がそこまで小さくなってるのか、そこら辺はちょっと私もわからないですね。11時半、今撮ってるのがもう22時なんですよ。はい。はい、まあ以上です。こんなとこですかね。こんなのよかったですかね。もう急遽撮ってるんでね、もう全然、何ですかね。用意も何もないんで。はい、以上になります。ありがとうございました。失礼いたします。